任天堂ダイレクトでポケモン SV の追加 DLC ゼロの秘宝のセカンドトレーラーが発表されてましたね。追加 DLC では230種類以上のポケモンが追加されることが決定しました。今回は自分が気になった部分について紹介していきます。1、追加ポケモンについて。関東地方では新たに出現が内定したポケモンはこちらの3匹。これで関東地方のポケモンは全部で56匹 SV に登場します。 PV ではカビゴンがダウンロードコンテンツ前編の緑の仮面のお祭り会場のようなシーンで登場してますね。カビゴンといえば恐ろしいほどの耐久力を持つポケモン、攻撃力も高く、タイプ1技ののしかかり、捨て身タックルは強烈、他にも地震や自爆など覚えるし、眠るで耐久もできます。巨獣王のライバルになりそうですね。格闘タイプが弱点ですが、 SV ではテラスタルでタイプ変更できるので活躍できそう。次に方園地方では PV で新たに出現が内定したポケモンはグライナ、フライゴンなどの7匹になっています。特にやばいのがフライゴンが内定したこと。フライゴンは合計種族値が520で、全ての種族値が綺麗に配分されており、特に攻撃と素早さが100あるので高い。特性は浮遊を持っているので地面技は無効、ガブリアスがいる環境でどう区別するか重要になってきそうです。他にもすでにミロカロスが SV に内定されているのでこちらも楽しみですね。2、ゲームの舞台について。 DLC の舞台である北上の里とブルーベリー学園、昨日の映像ではそれぞれの舞台が初公開されました。北上の里の水力タウンでは村人が親しみを持ってトモッコ様と呼ぶイーネイヌ、マシマシラ、キチギギスの石像が置かれています。自然をメインにした舞台となっておりますね。ブルーベリー学園では海中庭園テラリウムドームがあります。ポケモンが過ごしやすい環境を人工的に整備している施設らしいです。ドームには4つのエリアが存在してそれぞれに違いがあります。そしてエリアごとに住んでるポケモンも違うそうです。北上の里と比べると近未来の感じですね。最後に新ポケモンで前編の緑の仮面で登場することが決定している3匹のポケモンの特性は毒の鎖という同じ特性を持っており、攻撃を当てた時に相手を猛毒にすることがある特性のようです。もしかしたらこちらの3匹は毒タイプかもしれません。また伝説のポケモンではタイプや特性については未だに謎のままです。今回の任天堂ダイレクトのポケモン情報はいかがでしたでしょうか。剣盾で未内定だったポケモンが SV では内定していたので楽しみですね。 DLC ですが前編の緑の仮面は2023年秋に配信予定、後編の青の円盤では2023年冬以降に配信予定です。